どうも、テラマスです。皆さん、ついに見つけてしまいました。ガチアサリ最強武器。こちらの、デンタルハイパーミント。通称、デンミン。現在、ガチアサリ1位の方も使ってて、アサリだと、武器の強さ、やばい。めちゃくちゃ輝く。デンタルハイパーミント。まず、塗りが、この武器結構強いんで、バリアの回転率、すごいんですよ。しかも前線も荒らしていけるから、前で暴れまくってゴール前にバリアを使って入れまくるっていう最強の動き。そしてロマンもある。敵と噛み合えば一角でめっちゃ切りまくれるから、侍です。僕は気持ち細くなってる。目が使ってる時切ることしか考えてない。収録がすごいところにいる。ただこのバリアからのバット切り、やばいな。やれる。自陣まだいるよね。手を吐いた。冷静に。切るぜ、切るぜって適当に前出るの良くないことに気づいた、この武器。前出すぎると硬直すごいから、ついやられるんだよな、全然。だから基本吸盤とメインで、しっかり塗りつつ、バリアが溜まった時だけ、表現して前出るみたいな。バリアがあれば硬直カバーできるから、バリアが溜まったら攻めます。飛んでくるんじゃない。切るぜ。あと一発。あっ、今回カムバックつけてるんですけど、カムバックあるとやられた後すぐにバリア溜めれるから、おすすめ。かなりゾンビをちょっとつけてるから、場合によっては無理やり前出る動きもできるっちゃできるし。ナイス。あと敵2人だけ。ただこれビーコンですぐ復帰しちゃうから、危な。だからキル取れてるって取れてるけど、ビーコンエナスタで敵がガンガン攻めてくるから、なかなか攻めれないな、こっち。でも味方アサリ入れてくれてるのナイスすぎて、このバリアの中に入ったらキルぜ。全然来ない。全然来なかった。でもこの動き強いんだよな。バリアの中入るんだったら切るし、入ってこないんだったら、それはそれでポジション維持できるから。オッケーオッケー。やばい。これまたビーコン置かれて、事前が大変なことに。帰った。飛んできてる。ナイス、うますぎ。これで自陣の敵一体いなくなったから。攻めたい。バリアも溜まるから、ゴール前で、バリア展開したい。オッケー。入ってくるんだったら切るし、入ってこないんだったら、ゴール前、これ、バリア維持できるから、マジ相性いいんだよな。デントライパーと、グレートマリア。あと一発。オッケーオッケー。しっかりペチペチ攻撃で。ナイスリード。マジか、あと 0. 何秒あれば。切れたな。21でかすぎ。ワンチャンいける。まだ。惜しい惜しい。でも21でかすぎる。ナイス削り。あんまりため切りで前行かなくていい。ペチペチ攻撃と、普通に、ため切りでいい、普通の。前に、バット切りすると、マジ、硬直やばいから。あれあんまり使わない。ナイス、めっちゃ入れてくれてる。あ、いけるのか、あと。ちょうどアサリが、湧いてきました。召喚しました、アサリ。ナイス。デンタルワイパー前までは、ジェットバックシールドの方を押してたんですけど、最近ミントのが強いんじゃないかと感じてる。でも正直同じぐらい強いんだよな。ミントとスミって。武器トップとかのパワー見てみると、ほぼ同じぐらいなんだよね、スミもミントも。だいたいスプラトゥーンの武器って、どっちかが使われがちじゃん。ボトルガイザーとか、基本ウルショの方で、ホイールはあんまり使われないみたいな。そういう偏りがあったりするんですけど、デンタルに関しては、どっちもいい感じに使われてるんだよな。まあ、ルールによって、使い分けって感じだよね、デンタルは。いや、でもどうなんだろう。
バリア全ルールいける説もちょっとあるよね。矛も守れるし、バリアで。ヤグラのバリアも強いから。まあ、好みか。正直。鉄板使いたいなら炭で、バリア使いたいなら、ミント。切りまーす！オッケー、バリア。やられても関係ないと。突っ込んじゃえばいいからね。で、これ逃げると見せかけて、切っちゃう。え？相手、ツバメ返しうまいな。今俺、あえて逃げずに切ろうと思ったら、ツバメ返し、カウンター技されたわ。オッケー、操作メライド。ついてく。でかすぎる判定が。オッケー、オッケー、オッケー。一応80ダメージ出るから、削れてる敵だったら一撃で、倒せると。これ、アサリ入れ行きたいけど、いけそうでいけないやつ。めっちゃ見られてるな。なんとか入れ行きたいよね、タイミング見て。オッケーオッケー。光と、タメ切りと、ペチコンボで。ナイスすぎる。神の抜け。うおマジかよ、相手。つま先切りも得得してんのか。やべえな。これ、ポイントセンサー当たらなかったことにより、逆に敵来るんじゃね？いないと思って。全然来ない。バリア溜まる。このバリアをどう使うか。レントライバーメインの使い方も大事だけど、バリアの使いどころ、超大事。バリアの上手さで、レントライバーの上手さが変わると言っても過言ではない。いやー！早手切りもあるのか。ちょっと待って、相手のワイパー強いんだけど、普通に待って、師匠、強すぎる相手のワイパー。対面全然勝てないんだけど、ちょっと待って、頑張ろう頑張ろう。俺も新たな技を開発するしかない。おこげ、潜伏。新たな技、これが。やばい。おこげ、おこげ抜きました、音速で。ワイパーに、カトしかれ。ナイスナイス。味方、アサリ意識高いの。助かる。む、もはや動かない、このレベルまで来ると。あの、来た瞬間に、俺の脳が反応してもうね、切ります。これね、技みんなつけてほしい。俺にはね、無しか思い浮かばなかった。誰かね、いい名前があったら、今の、俺の止まる技に名前つけてほしい。いや、これ、新たな技を。いいっす。たまする、入るよ、入るよ、マリア。入るよ。ズダン、やばい、ちょっと必殺技のネタがもうあんま思い浮かばない。全部出しちゃった。でも相手ワイパーマジでうまいな。てかイカ速ガン塗り強いよね。結構一発の塗りがでかいから、一発パシュって塗ってその中入るっていうか、イカ速結構強いワイパー。来ないか。今来たら相手弾けてたね、体が完全にね。マッチの体勢。もしあれちょっと中二病とか言われそうだな。え、でも、そういうね、やっぱ、子供っぽいところを、僕はね、失いたくない。で、これ、アサリ投げてちょっと困惑させてからの幻影剣。相手、アサリ来たら、えって思うじゃん。その隙に、幻影に紛れる。からの、アサリぶち込みっきり。せっかくなので、デンスミも使っていこうと思います。こっちも全然強いから、ガチョコジェッパで止めれるから、バレるか。やばい。いや、戻れない、これ。ごめん。やばすぎる。今、俺とドライブの人、お互いに、あ、これやばいと思ったけど、後ろ下がったらホコバガツでやられちゃうから、もう完全に死を受け入れてた。半も行かれたくないな、できれば。あ、もう行かれちゃったけど、これ以上は行かれたくない。で、ジェッパータイミング見て使おう。今使うと相手に、下がられちゃう気がするから、相手が持ちそうな、方で使いたい。ナイス。初動負けちゃったけど、67で止めれたの。だいぶでかい。67だったら、全然逆転いけるから。
危ない。ハイドロアイター油断してると、ボコボコにされるから、しっかり警戒していこう。シールド使えば、ある程度ハイドラも対策できるし。あえてのこっちからシールド使わずに。ハイドラ見られてるよな。見られてるけど、一角。ハイドラ、キルスピード速いけど、一角。80入れてる。やれないから、それ。一旦リードしたいな。これ倒したら持ちたい。ナイス。持っちゃうわ。オッケーオッケー。56だから、もうちょっと攻めたい。この攻め流しと強っ。ちょっと塗っとこう。暇な時に塗るのが、大事なことに気づいた。最初デンダル使った時、一角出るし、侍だから、キルキルキルってキルのことしか考えてなかったんですけど、塗りがめちゃくちゃぶっといから、塗るのも、めっちゃ大事。てか塗ってジェッパー打ってるだけでもある程度貢献できるっていうか、キルも基本的には狙うんだけど、暇があったら塗ると、それだけでスペシャル貯めるから、溜まるから、塗るのを覚えてから、デンタルめっちゃしっくりくるようになった。やっぱもう溜まるからね。ミントはガンガン前出る立ち回りしてたけど、逆に隅はシールドで維持しつつ、後ろから絶破で堅実に勝ちに行くっていうか、こんな感じ。倒したい。やばいな、チョコランダン。当たらないか。いやでも40カウントでかい。安心感ある。カバーします。やっぱたまるな、割と。塗り状況悪いからちょっと打っといて。マジで塗りぶっといんだよな、思ってる以上に。塗るときはタメ切りせずに、ピチペチ塗りの方が効率いい。タメ切りしても、塗り変わらないから、確か。ちょっとまずいかも。やばい。ナイスセル、ありがとう。右上のロング、倒したい。こっちから収めないかな。うまっ、マジか。ナイス、耐えたやつ。しっかり見てるのでかすぎる。ナイスキル。守りきれそう。ナイス、箱持ち。この判断噛みすぎ。時をかける、キラ。あとは守れば勝ちだから、レッドバックしっかり噛めよう。オッケー、しっかりコンボで倒して、後ろに下がって安心と安全のデッドバック全て止める。オッケー、ナイス。あそこ味方のドライブ矛止めてくれたの、かわいすぎた。ナイス。やっぱ電隅もいいね。でも隅使ってると切ること少ない。敵のこと一角出すことないんだよな。ジェッパのシールドで割と綺麗に立ち回ってるから。逆にミントはバリア使って近距離戦仕掛けること多いから、あっちはね、一角狙うことも多いんだけど。切るぜ。食いつつ一角を出していく。やっぱ挟まれすぎてる。てか、デンタルワイパーって出た当時の評価と、現在の評価全然違うよな。出た当時は最強みたいな、結構言われてて、最近は、まあまあみたいな、ジムのが強くねみたいな、意見もちらほら見るんですけど、まあ、正直、ジムは強すぎる。でも、デンタルには、デンタルの良さがあると思ってて、メインの性能だけで比べたら、ジムの方が圧倒的に強いんだよ。射程も長くて、連射も速いから。だけど、デンタルライパー、サブスペが、両方とも超優秀だから、で、塗りも強いから、メインの性能は負けてるけど、塗りとサブとスペシャルでは勝ってるっていうか、まあ、クイボ食アンダー、だいぶ自前は強いけど、急
9番グレートバリアかつメインの塗り強いから、やっぱメインの塗り強いのかでかいね。デンタルワイパー塗りが普通ぐらいだったら強化かなり落ちると思う。だからなんか全然いい武器、最近微妙じゃねみたいなたまに聞いたりするけど、いるいるいる、自然と味方みたいなノリで乗り込んできてた。頑張れ、手多いか。相手の遠征が射程長いから攻めづらいな、メインで。相手が単射程とかだと結構ガツガツ対面仕掛けていけるんだけど、ボトルとか農地とかだと射程長いからきついんだよな。デンタル長そうに見えて結構短いから、射程てかジムワイパーとかが長すぎるんだよな、射程。キーリーマッス、これジェッジパック行きたい。まあそっちか、オッケー。終わり、からえちゃいそうだな。スーッと動いて、やばい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 、これバレてないみたいな、ない、そんなことバレてないか。あー、バレてる、全然見てる、全員見てる、まだある。逃げるーと見せかけて、やられちゃったけど、後ろでだいぶ時間は稼いだ。ナイスキル。あと1カウントでリードか。関門こっち超えてるから、ちょっと連続キル取れればいけるな、リード。オッケー。夜行ジェッパーよくないな。なんかキルした後さ、スペシャル使うみたいなルーティンみたいなのあるじゃん。なんか今キルした勢いでジェッパー入っちゃったな。やべえ、前出れねえな、なかなか。ボトルの圧が。一旦戻ろう。ナイス、箱止め。これ負けてるけど全然いけるんだよな、カウント的に。危な。やっぱ使っちゃうか。やばいか、やばい、こうしないジェッパが下手すぎる。てか使うタイミングが良くない。もうちょっとシールド使って前でないといけないんだろうな。なんか後ろでジェッパ使いすぎっていうか、射程が長いからビビってあんま前出れてないけど、ちょっともうちょっと前でよ。キルキルキル、あと1人、ここだけワンチャンあるぞ。これ変われ、めっちゃでかい、めっちゃでかい。あと相手復帰ワンチャン飛んできてる、飛んでるな。ナイス、あと復帰だから正面見ればいけると思う。鉄板で道を作ります、塗ります、いける、ナイス。最後神すぎる矛ヒルしてくれたの、ありがとう。という感じでね、今日電民と電炭使ってったわけなんですけど、どっちも強いね。ぶっ壊れとかではないんだけど、うまく使えたら強いっていう。言ってしまえば、一角ずっと出せれば強いからだ。まあ、一角出すために敵に近づくまでが立ち回り求められたりとか、まあ、むずいけど強いと。要するに。ピラミス、お前は侍だと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。